太陽映画劇場は、福岡県福岡市博多区中洲にある映画館である。太平洋戦争終戦から8ヶ月を経た1946年4月3日、後に、九州を代表する、観楽街となる、福岡市の中洲に、洋画ロード召喚として、太陽映画劇場が開館した。それまで建設業を営んでいた創業者の岡部、十蔵が、福岡大空襲で焼け野原となった博多に、 娯楽施設を作って、市民を元気にさせたいという願いを込めて立ち上げた映画館である。セントラル映画社と契約を結び、同社の日本第一号館という称号を得た。オープニング上映作のチャップリンの黄金鏡時代は、わずか2週間で6万人を超える動員数を記録し、話題となった。1946年春行の映画館は、木造だったが、 1952年12月3日には、鉄筋コンクリート作り4階建てのビルに建て替えた。1956年1月3日には、長谷川和夫主演の大映作品、銭形平時、マダラヘビが1日で1万人以上の観客を集める、忘れられない日となった。当初は、洋画と邦画を交互に上映し続けてきたが、1958年には、洋画専門館に転換した。 1960年代に入ってからは、東京の渋谷パンテオン、丸の内ルーブル系の小畜東急系の洋画の大作を上演し続けている。ウォルトディズニーの実景であるロイディズニーが日本を訪れた際には、戦後初めてアメリカ映画を輸入した映画館である太陽映画劇場を訪れており、岡部十三と握手を交わしている。 その後、映画の社用化と共に劇場を全面改築している。1978年には、ニュー太陽を増築し、1980年時点では、太陽劇場とニュー太陽の二貫体制であった。1980年には、ミニシアター、太陽、シネサロンを、1989年には、ニュー太陽にを増設し、1990年時点では、太陽劇場、 ニュー太陽1ニュー太陽2、太陽シネサロンの4艦体制となった。1996年4月20日、AMC エンタテインメントが、旧大都市、ロードショー地域でもある、同じ福岡市博多区内の住吉地区に、総合娯楽施設、キャナルシティ博多を開業させ、モール内にシネマコンプレックス、AMC キャナルシティ13を開館させた。 博多中心部へのシネコン進出の影響を受けて、中洲地区にある映画館は相次いで閉館に追い込まれたり、東方九州工業は再編して、天神地区に移転した。太陽映画劇場は改装を行い、1999年7月3日には全スクリーン名を中洲太陽に統一した。小地区と東映の直径の映画館が閉館したこともあり、現在は両系列の洋画と、 邦画作品も上映している。また、2011年頃からは、デジタルシネマの普及に伴い、全スクリーンが DLP 上映へと移行された。なお、2017年3月末で、東方シネマズ、天神本館が閉館になったことから、番組編成がフリー化された。東方シネマズ、天神本館で行われていた、午前10時の映画祭は、2017年度から、 太陽映画劇場で上映されている。2020年には新型コロナウイルスが全国的に感染拡大。4月7日には改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されたことから4月8日から5月6日までを目途に臨時休館した。中須太陽一定員301席。常に洋画の対策。 話題作が多く上映されている。ドルビーデジタル DTS 対応。中須対応2定員150席。開業当初の館名は、ニュー対応。ドルビーデジタル DTS 対応。中須対応3定員85席。1989年の開業時は、ニュー対応2。中須対応4定員60席。開業当時は、対応シネサロンとして、 ムーブオーバー作品や過去の名作映画を上映する名画座だった。その後、ミニシアター向きの作品を多く上映していたが、現在は2.3同様のようが邦放画の上映が多い。同館のこけら落としとして上映された、チャップリンの黄門郷時代、ハット ABCDEFGH 太陽映画、劇場港町記念ま通り、人を楽しませ、活力を生み出す、太陽グループ。 福岡の特選企業、ネット IB ニュース。2013年11月14日閲覧。映画年間1980年版別冊映画館、名簿時事映画通信社。1979年。同文献を出展としている1980年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。映画年間九百九十年版別冊映画館、名簿時事映画通信社。 1989年、同文献を出展としている1990年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。新型コロナウイルスの影響は、休館、払い戻しを行う映画館の最新情報まとめチネマカフェ。ありがとうございます。